よこんにちは。愛と笑顔で世界を変える男、感動の講演家山田和弘です。イエーイ、せーの、いいね。こんにちは。今ま、ちょっと世間的にちょっと話題になってんすかね、あのマックでダブルチョコメルツが今日から発売っていうことなんで、ちょっと買ってきました。基本的にテレビもあんまり見ないですし、この情報源っていうのがマックの CM を見ることがないので、新製品が出たら買うってことはないんですけど、すいません、あのツイッターで仲良くさせていただいているコニタンから、これダブルチョコメルツめっちゃうまそうだよみたいな来たんで、ちょっと買ってきました。はい、じゃんじゃんじゃーん、おー、マジ超うまそう。ダブルチョコメルツ、意味はどこか分かんないですね。ダブル2つチョコ、ちょっとメルツの意味が分かんないんですけど、ダブルチョコメルツ、ちょっと早速食べてみたいと思います。いただきます。うん、うん、なんかイメージはめっちゃうまいですけど、なんて言えばいいのかな、まあ、めっちゃチョコがかかってるんですよね。なんかこのまず、まずこのケーキ、四角いケーキがどうなってんの、味付けになってんのかわかんないですが、黒砂糖っぽいケーキ、なんかね、ふ菓子みたいな、ふ菓子食感が全然違うんだよな、なんか黒砂糖っぽい味がするケーキにチョコがめっちゃかかってる、めっちゃうまい。ケーキに、チョコケーキに、チョコが乗っかってる感じ、めっちゃうまい。なんかね、うまい。これあったかいのがまたうまいですよね。なんかあとケーキもあと2種類出てたみたいなんですけど、とりあえず今日はこれだけ。よかったら食べてみてください。めっちゃ元気出るね。やっぱチョコレートうまいですね。あったかいチョコレートって食べる機会あんまないですよね。ないな、あったかい。やっぱうまいな。なんか一瞬ふ菓子みたいな感じ。食感は違うけど。ふんわり口の中に漂うの、なんか、そんな感じ。美味しかったです。ダブルチョコメルツ。今日発売。11月6日。やっぱケーキ、なんか甘いのって幸せになるな。よかったです。イエーイ、せーの、いいね。失礼しまーす。